さあそれでは前回の続きからやっていきましょう。ということで前がちょうどこれ、あ、これ大阪か、大阪だよねこれ、いや大阪だよね。でまずなんか確か前回終わりぐらいにお仕事をしなさいと、神奈川あったあった、お仕事これだ。あら、お久しぶりです。女神の仕事に興味が湧いたのか。女神のお仕事始まりじゃー。なるほど、エマが、人間の願い事が書かれたエマを、の願いを叶えることによって自分のステータスを上げることができる、まあ要は特訓みたいなものですね。人間の願い事を聞いてやるのじゃな。はい、お、これかエマ、これじゃ。ディリン、元気な赤ちゃんが生まれてきますように。大阪府、え、どこの駅だこれ。片岡紀之、え、大阪にこんな駅あったっけ。わしの太陽の神通力を届けるのじゃ。はい、この願いでよいか。これいいえって押したらどうなのよ。いいえ、なんじゃ、他の願いが良いのか。あ、選べるのか。デレン、今年も緑茶が、山盛り取れますように。臨空タウン駅、はい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 、佐々木北斗、なかなかかっこいい名前やな。大阪府は臨空タウン駅に豊作祈願の緑茶を一つ奉納するのじゃ。はい、じゃあこれにしよう。うむ、では頼んだぞ。まあじゃあとりあえず駅の方に向かいますか。臨空タウンとかって言ってある、好きなめサイコロ、なるほど、なんかあれかサイコロの出目でなんか使ったりするってことなのかな。 4です。おお、なるほど、これ今俺大阪駅にいたわけじゃないんだけど、あれ大阪駅か、大阪駅、大阪駅こんな位置か。梅田、臨空タウンはね確かもっとめっちゃ南なんで、臨空タウンでしょ。あ、ここにある、これなんだ、ここは何なんだろう。テーママークはねこっちだ、めっちゃ遠くないか。リングタウンでもこっちだよね。あったあった、遠っ。じゃあまあとりあえずここ目指すがてら、こういうなんていうのかな、こういうとこも寄っていこう。まあでもなんか懐かしいね、ずっと私も7年間大阪に住んでおりましたので。じゃあとりあえず梅田の方向かいますか。これ4マスなんだ、あと2、いや、ユダヤ橋の方行こう。なるほど、これ何回でもサイコロ振れるのかな。 1です。何回でもサイコロ振れるんだったら特には、あ、ヤバヤバシ駅に到着です。何駅に到着って言ってた今、な、どこ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 、どした、ほう、やかましい、なんじゃ一体。お、別に何も言ってませんよ。でもだ、なんだ、どうしたんだ。さっきからそう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 、何をそんなにキョロキョロしてるんじゃお前は。だって窓の外初めて見るものばかりで。ああ、そういうことね、景色を見て驚いてたってことか。例えばあれ、あれは何ですか。どれだい、どれどれ、野良猫、え、電車の中から野良猫目で覚える、あれが野良猫、難しくないか。あ、なんか野良猫って言葉覚えたけど。それじゃあ、あれ、あれは何ですか。どれだい、え、ネズミ付きネザル、ネズミキツネザル、どこにおんねん、電車から見えるかんな、もんネズミキツネザルね、サルネだ。どうでもええことは、こんな調子でやっとったら100年経っても試験にたどり着かんぞ。でもでもなんだか目移りしてしまって。まあ確かにね、目移りしてしまうね。
ああ、そうじゃ。これからは分からんことがあったら主殿に教えてもらえ。お、何でも教えてあげるよ。赤田剣士さんに。そうです、そうです。どの道主殿との親睦を深めんことにはお前は成長できんのじゃからな。それに地上での、旅をする以上、人間に関する知識は重要じゃ。地上を知り、人間を知ることが、ひいては主殿を知ることにつながる。なるほど。そのリアクションのね、ふーんとかはーがめっちゃくちゃ可愛いんやけど。では、早速。はい。アマテラス様。いや、俺に聞いて、俺に。ネズミキツネザルは食べ物ですか？ネズミキツネザルは食べ物ではないでしょう、多分。なるほど、そこからか。野良猫もネズミキツネザルも動物やぜや、動物。地上には人間の他にも様々な生き物が暮らしておってな。中では動物は人間と馴染みの深い、生き物の一つ。人間と共に暮らす愛玩動物なんてのがいるくらいじゃ。なるほど。それでは。あ、好きな動物聞かれる感じから、もしかして。高田健司さん。はい、なんか発音おかしい気がする。動物のこともっと知りたいです。ほ、いいですよ。高田健司さんが好きな動物の名前教えてくださいね。わかりました。じゃあ教えましょう、私の好きな動物の名前。ちょっと待ってよ。では、これでいきましょう。アリクイ。なるほど。なんかさっきからちょっとマイナーなね動物の名前あげてたんで、俺もちょっと、じゃあちょっとマイナーかな。まあ別にアリクイ。アリクイ。発音が分かんねえぞ俺も。ちょっと待てよ。あれ。それじゃあこんな感じですかね。お、どんな感じだい。アリクイ。あ、2番。アリクイ。リニー。発音はどれですか。2番。これは近いと思うよ。なるほど。アリクイ。いいんじゃないか、その通りで。割とまともな、ちゃんと育てていこう。なんていうのかな。ちょっと別に、奇抜な言葉を覚えさすんじゃなくて。動物の名前、覚えておきますね。はい、お願いしますよ。アリクイちゃんです、アリクイちゃん。結構可愛いからね、これでまた一つ。高田健司さんのことが分かってしまいましたね。まあ別に俺がアリクイを好きなわけではないからね、特にね。ごめんなさい、好きな動物って言われてたけど。ごめんなさい。でもまあ見た目は可愛いからな。うむ、この調子でガンガン質問していくのじゃぞ。特に駅は人間が集まる場所じゃから、新しい発見もおかろう。目移りしとる暇があったら主殿に聞く。これじゃな。了解です。了解です。こちらも了解です。お前にも分かる内容の参考書、書物を貸してやろう。お、何なんだろう。動物辞典とかか。人間の暮らしや職業、娯楽から地上の自然まで、よりどりみどりじゃぞ。なんだ、どさっと一式貸しとくから勉強にも励むようにな。やる気だけは満ち溢れてる顔をしてる気がする。違うのか、無の境地ってやつかな、この顔は。どちらかというと勉強はしたくないタイプ。あれ、高田健司さん、あれは何ですか。どれだい。俺が教えてやろう。俺が。いいよ、もう女神にならなくてもいいよ。俺と一緒にね。俺の死を見とってくれ。俺の死を。じゃあどんどん、リンクタウンの方目指していきますか。これ気づいたことがあるんやけど、これ電車っていう概念だから、これ今御堂筋線に乗ってるってことなのかな。心斎橋駅から難波でしょ。なんか路線変更ができないんだけど、多分そうだよね。大黒町、そうだよな。これ大黒町駅に着いた。あ、なんかまたイベントか。到着です。なんかまたイベントっぽい言葉を教えるのかな。ひらひらさんに、ピカピカさん。お、大黒町って俺行ったことあるよな。多分大黒町ってでも大してなんもないぞ。キラキラさんに、モコモコさん。モコモコさん、一体どうしたのじゃ。うん、窓の外を歩いている人の服装を見ていたのです。あー、シーズン的にこれもしかしてクリスマスやからってことか。どうして私はいつも同じ格好なんですか。貧乏だからじゃないかな、多分。たまにはもっとおしゃれな新衣を着てみたいです。かわいい、その膨れっ面。でもど
外に真意は落ちているのでしょう。あ、確かにね、真意ね、落ちてるもんじゃないとは思うけど、どこにも落ちておらんよ。だよね、そんなさらっとね、ホームレスみたいな生活を送るわけにもいかないよ。つづらじゃ。そういえば、真意が入っていると言っていましたね。とはいえ、駅に置いてあるつづらには、髪飾りやアクセサリーしか入っておらん。あ、いいじゃん、いいじゃん。それじゃ、おしゃれ度が足りません。急にどうした、その顔芸。それじゃおしゃれ度が足りません、はい、ワンポイントだけじゃなく、全ポイント、おしゃれにまみれたいんです。だいぶ言葉達者になっとるけどね。どうにかしてください、アマテラス様。あと、すごいわがままやね。高級つづらに入っておるのじゃ。高級つづら、ここにあるんだい。そうじゃ、高級つづらとはズバリ高級なつづらじゃでしょうね。だと思った。そのまんまじゃないですか。はいはい、これもしかして金出して買えとか、そういうことじゃないよね。神棚の中に置いてあるので、高田剣士殿に開けてもらうがよかろう。ただし、高級つづらは高級なつづらじゃ。そう簡単に開けられるものではない。多額のお賽銭か宝玉が必要なのじゃ。宝玉はね、お金を出して、宝玉は課金アイテムなので、やっぱ課金をしろってことだよね。多分苦労をかけて申し訳ないが、高田剣士殿よろしく頼むぞ。ちょっと待ってください、アマテラス様。高田剣士さんにそこまで甘えるわけにはいきません。あ、自分で稼ぐのかい。今日のところ は私の顔に免じて。お、なんかくれるんじゃないか。一回ぐらいサービスしてくれてもいいんじゃないでしょうか。めっちゃ甘える顔してるやん。ええ顔しとるで、相変わらずずずしいやつじゃの。じゃが、まあ今回は特別じゃ。一回だけ開けさせてやろう。お、なんだこれ、ニセマラ的なやつがあんのか。話がわかります。早速ですが、高田剣士さん、開けてみましょう。これあれでしょ、要はソシャゲのガチャ的なもんでしょこれ。芯を手に入れた後は着替えることを忘れんようにな。はい、持ってるだけじゃ何の効力も発揮せんからな。これはソシャゲのガチャ的な要素がプンプンするけどね。あ、選べるんだ。シャッフル、シャッフル、 A でシャッフル。じゃあ A でシャッフルって書いてあるから、これ選べる。あ、選べないよ。選べんのかなと思って押してみたけど、選べないんです。 A でシャッフル、はい、あ、どれが当たるかランダムね。これはね、だいたい真ん中にね、可愛らしいやつあります。じゃじゃん、チャイナとかいらねえ。いらねえ。うわ、めっちゃステータス上がる夜かな。美しさ、そらな。あ、四国のご当地料理を食べた時、能力の上昇量が 10% アップする。いやー、まあ四国ね、属性がなんやろこれね、貴族、貴とかなのかな。うわー、もうちょっと、もっと、うわー、めっちゃ引きてー、他のやつ引きてーよー。マジかー。あ、まだいけるの、つづらをタッチしてる。はい、宝玉を使って、あ、宝玉5いるってことね。宝玉5ね、持ってないんだよな、宝玉5個も。ってことは開けられないってことですよね、多分。買っちゃいました。わあね、仕方ない、こればっかりは。こういうガチャ大好きだから、開こう。これな、チャイナをね、が似合うような顔立ちじゃないからね、焦るね。はい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 、宝玉を確認しました。こういう感じの服。お賽銭各駅停車、サイコロで通過したマスに置かれたお賽銭を取得できる。まあ一回着せてみるか。ちなみに宝玉5個450円です。まあほとんどソシャゲのガチャと変わらないですね。じゃあちょっと衣装チェンジ一回してみますか。どこからするんだろう。神棚かな。着替え、高級つづらってあったな。芯を切ると彼女の能力が高まります。能力の成長に合わせ、はいはいはい、大丈夫ですよ。めっちゃ量あるかな。どこだよ俺の取った衣装は。あ、これか、ナチュラルヘア。あ、ごめんごめん、こういうことか。これで横やっていかないと。
あった。これか。赤か白かだよな。あった。これで行ってみるか。着替える。ベトナムの青材ですね。白に赤が生えて綺麗です。めっちゃ知識あるかな。俺知らなかったぞ、ベトナムの青材なんて。もはや俺より賢いんじゃねえか。なるほど。でもこれ髪型とかアクセサリーとかも駅に泊まることによって取っていけると。あ、でもこう見ると、うん、山あんま似合わねえかな。あんま似合ってる感じはしないな。あ、もう結構時間が経ってるので、今回の動画はこの辺で、終了したいと思います。次回も、リンクタウンの方を目指して駆け巡っていこうかなと思います。それではここまでご視聴いただいてありがとうございました。